経団連は入院治療中の中西会長が来月1日をもって会長職を辞任し、後任には住友化学会長の徳良正和氏が就任すると発表しました。中西氏はリンパ腫の再発の疑いがあるということです。徳良氏は中西会長の路線を継承するとした上で、政治との関係はいい距離感を保ちながら従来通り取り組んでいきたいと述べました。